はい、皆さん、チェース。というわけでね、今回、久々のベイブレードバトルということでね、前回言っていた、こちらの聖剣、僕作ったんですけれども、まあ、ここが鉄のやつね。もう、ここ全部が鉄ですね。はい。すべてが鉄になっています。フルメタルですね。まあ、超合金でできた、この聖剣、エクスカリバーというか、まあ、ゼノモドキ、ジークゼノモドキみたいな感じで、今回、こいつのね、どれほどこともあるのかやっていきたいと思います。ではね、対戦相手ということで、ちょっとね、メインベイは壊れてほしくないので、ちょっと今回ね、このパンパンになった、もう横から見てもね、膨らんでると思うんですけど、こちら、なんとね、ちょっとどいて、開けると、ドンということでね、はい、君はこれからね、ぐじ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 、はいはい、どいて。で、この中から選んでください。対戦相手。じゃあ3つ、この中から。どう、何個あるか分かんないけど。何個あるんだろうね。分からん。もうこれ、下も全部ベイだから。もう、ほら、奥まである。まあ、適当に選んじゃって。選んでください。どれでもいいよ。どれでもいいよ。もうね、そのうちプレゼント企画でこんなの全部あげるから、みんな。なんかいいの？いいよ。ちゃんとレアなものもありますからね。ほら。色違いとかね、まあ俺が加工しちゃったり色塗っちゃったりとかいろいろありますけれども、これなんかいいよね。ビクトリーバルクリートリプルなんだっけ、エクストリームだっけ。選んだ選んだ今。じゃあ選んだウェイを見せてください。これはい、はい、まずこちら。あれん、その子外れない。外れないね。なんでこれでしょ。1,2,3,4。 おー外れた。これ意外とあれだ、硬くなっちゃうやつだ。これ多分バーストしないかもしんない。いいね。はい、次。おー、イビルアイ、イクシードだね。あー、またハンターなんてつけちゃっていいのですね。はい、そして次。おー、サイキックファントム。おーおーおー、これまた贅沢な、あー、アタッカーですね。それではやっていきましょう。対するは自作で作ったモードキやっていきたいと思います。どれでもいいかな。どれでもいいよ。これにしよう。リアバするかもしれないからね。シュートしたら身構えて。離れるわ。いくよ。はい。はい。3、2、1、ゴース。おー。離れる必要がなかった。そうね。ワンタッチ。ノロック。うん、教えてね。オッケー、オッケー。じゃあ、他。じゃあ、これにしよう。オッケー。でも意外と俺のちゃんと回るね。うん、びっくりだね。ね。いきまーす。3、2、1、ゴー。うほ、一瞬で粉砕。怖い。強い、ノロック。バラバラだよ、バラバラ。危ないね、これね。うん。よいかは真似しないで。で、あとね、あ、まあいいや、あとあと話すわ。ちょっと言いたいことがあるんだよね。これでいこう。はい、もうこれしかない。よいしょ。エクシードイビルアイ。よし。いきまーす。3、2、1、ゴース。おー、負けたー。音が怖い。バコンバコンって、俺の多分壁で死んだと思うんだよね。あさってね。うん、リプレイどうぞ。予告です。このフルメタルのね、超合金のこの鉄があるんだけど、今回これ戦わせて、勝負が終わったらこいつを研いで研ぎまくって殺傷能力あるほどやって、やめて、危ない。で回して果物切れるのかやります。多分再生数飛ぶよ結構。いや危ない。ベイブレード、殺人ベイブレードで。ダメだよ、危険だよ。いや、あの、内から出さなければ刃渡り5センチ以上じゃないから。まあそうだけどね、銃刀法違反にはならない。いきます。3、2、1、ゴース。やっべ、はい、取れた。あー、はい、てなわけでね、やってまいりました。こいつね、意外とね、まだ回りますね、全然。で、普通に使えるということでね、まあ、なんていうのかな、楽しい、そして、以上。